揉め事に関わってないか？顔のあざのことと関係あるのか？ない。幸せな毎日がずっと続くと信じていた。出かけるの？ちょっと。息子が姿を消したその日までは。息子さん、今どこで何をしてると思われますか？息子さんと友人国友達だったんでしょう。ナイフのようなものを持っているのを見たとか。倉橋君と同じく被害者だという可能性もあるんじゃないですか？もう一人死んでるかもしれないって。正しくは被害者っていうよりは加害者なんですね。かなわぬ。あいつは人に何かできるような男じゃない。お父さんは正しが殺されててもいいっていう。そんなこと言ってんじゃない。私は正しが帰ってきてくれさえすればそれでいい。お兄ちゃん、犯人じゃない方がいい。殺されてるかもしれない。やめなさい。そんなこと望むのは。望んでないよ。だけどやめなさいって言ってるの。やってない。正しは犯人じゃない。愛する息子に罪を望めばいいのですか、死を望めばいいのですか。生きててほしいの。ただ生きててほしいだけなのよ。これは家族を思うあなたの物語。どっかでしょ。のぞみ。